してますか？ウォーウォーしてますか？ウォーウォーしてますか？次の曲めっちゃウォーウォーするんで、皆さん一緒にウォーウォーしてくれますか？してくれますか？じゃあ次の曲いきます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、ウォー
改めましてどうもオーバニラズです。イエイ so, wow の話を、まあ、長々としようと思ったんですよ。あの wow wow僕のあのウォーウォーに関する僕のエピソードをいろいろあるんですよ、あるんですよ。面白いんですけど、ちょっとまあ次の MC で言いたいことができちゃったんで、ここは巻きで、次の曲に行きたいと思います。次の曲はワンワンの曲です。グッドドギー。
ありがとうございます。そう、さっき言ったんですけど、なんだっけ、スーパービーバーのあのリハーサルを待ってる時にちょっと、まあ、外で待ってたら、まあ、なんか別に僕が会話に入ってたわけじゃないですけど、非線香、なんて言うんだろうな、非線香をいらんくねみたいな話題が聞こえてきて、その言い分的にはなんかその線香を頑張る気持ちがあるんだったら非線香なんかいらんくていいじゃんみたいな、うん、っていう言い分だったんですけど、その時なんか悔しくなったんですよね。あの非線香の鳥で張り切ってる自分がなんか聞いてて、でもそれ以上にあのそいつの言い分はなんて言うんだろう、その通りだなって思っちゃって、非線香に僕が出なかった理由って正直ひよっただけなんですよ。なんか怖くて評価されるのが、ですけどやっぱその悔しい気持ちを味わって、さっき本当にさっき決めたんですけど、もう非線香僕は出ません。線香絶対出ます。で線香本線通ってっていうところまで目指したいと、僕は個人的にね、本当に個人的な話で申し訳ないんだけど、バンドメンバーにはっていうのを思ったってことを MC で言おうとしたけど、ミスが多くて説得力がなかったでも頑張ります。そうで、次の曲につながるあれなんだけど、来年から僕が先行出るんで、昨日の先行組の人たちは、人たちを恐怖のどん底に落としてやろうと思います。そう、今日はあんまりみんな触れなかったけど、ハロウィンライブ最終日、そうなんですよ、実はホラーナイト、そう、今日このライブ、 Today's live is まさにホラーショー。さあ見たのみなんて頭になかったんだ、建前より本音を大事にしよう。
超大群な一斉にまた慣れてしまったのだ。ホテル連泊さ、もういやらしそうに見つけさくさくさ、眠れない夜はダンサーダンスだ。おいおい楽しんでサンセットオーガンボー、 yeah yeah yeahShit